アロハー、学ぶチームの学ぶです。さあ本日47都道府県の旅7弾福岡編の2日目となります。もうね、寝すぎちゃってですね、今10時半なんですよ。なんで、まあ、朝飯兼昼飯みたいな感じでですね、今日も来ました。博多一番街、こちらでまず博多ラーメンを一発食べていきたいと思います。それではレッツゴー。ですね、先ほどラーメンを食べると言ったんですけども、ラーメンはちょっとね、他の有名な人気店ちょっと行こうと思っていて、一発目はちょっとね、明太子食べ放題で結構人気のお店なんですけど、こちら翡翠丸さんに行きたいと思います。今ねもう 2,30 分ちょっと並んで待っているような状況です。それでは行ってみましょう。それではこちらがですね、天刺し定食1980円です。天ぷらと刺身が入ってご飯おかわり自由。そしてこちら明太子、これ全部おかわり自由です。いただきます。結構いきますね。もちろんやるじゃないか。いただきます。うまい。ほんの少し甘めなんで、ちょっとタレみたいな感じで美味しいです。このお店もおすすめです。ぜひ行ってみてください。朝食メニューもあるので、朝食メニューもおすすめです。はい、ということでですね、先ほど博多一番街で明太子食べ放題食べてきたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お店の中がね激寒なので、そこの服装だけ気をつけて行ってみたらいいと思います。そして食べ歩き第2弾来たのはラーメン屋さん一層さんです。こちらすでにものすごい行列ができています。ちょっとね並びたいと思います。ではレッツゴですね。一層さん行ってきました。美味しかった。ごちそうさまです。ね、すっげえ濃いのかなと思ったら、僕はそんなにね濃く感じなかったです。あっさりしてるんですけど、しっかり豚骨の風味が感じられて、旨味をうわっと感じられるね一杯でした。めちゃくちゃ美味しかった。ぜひ来てみてください。ではこの後は糸島に行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、今ねレンタカー借りるのにねちょっと歩いて向かってるんですけど、行く途中にですね人気のアイスのお店があるんでちょっと行ってみたいと思います。こちらです。博多アイスさん。
研修やん。ちょっと今週今日こういうの多いですね。今日昨日今日来たのにやってないっていう無念。ではね、商品こんな感じです。前商品がいっぱいあるんでね、ぜひ福岡来た際は皆さん来てみてください。無念でした。福岡、はい、ということでですね、先ほどレンタカーを借りると言ったんですけども、なんやかんやあってレンタカーよりね、ちょっとね、電車を借りてきた方がおもろいということで電車に乗ってきた方がおもろいということで、こちら筑前前原駅というところにね、40分かけて電車でやってまいりました。で、ここでなんと駅の目の前、こちら糸島市観光協会というところがあるんですけども、こちらで自転車を借りれることができるんですよ。なので自転車を借りてちょっとね、糸島を回るっていうことをやりたいと思います。では早速借りていきましょう。すごいウェディングフォト撮ってますね。綺麗ですね。海もあれば山もある、それが糸島。熊が出そうなくらい山、めっちゃ森。もう風で髪の毛がライオンみたいになってますけどね。こちら蔵王本店です。で、ブランコがあったり海賊船があったり、ビーチで遊ぶこともできます。でね、お店で食べ物とか飲み物買ってね、ビーチでくつろぐのもいいんじゃないでしょうか。蔵王本店すごくいいところでした。さっきのね、夫婦岩からチャリで 4.6 キロくらいなんで、まあまあ距離あるんですけど、すごいね、風もあって気持ちいいんで、このかこれからのね、季節すごくいいんじゃないでしょうか。ということで、ね、時間がないので、自転車を戻ります。はい、ということで、糸島から中洲の方にね、戻ってまいりました。最後こちらの中洲の屋台でね、今日はいっぱい出てるんで、まあ1時間くらいしかないんですけど、2店舗くらい回れたら回って福岡旅行終わりにしたいと思います。福岡はね、本当に食べ物がめちゃくちゃ美味しくて、その
名物がすごいいっぱいあるんで食べきるのにねすごい時間かかるんですけど、ごまさば美味しかった、もつ鍋超美味しかったし、ラーメンも美味しかったし、食べるもの食べるものがね全てすごい美味しいんで本当におすすめの街です。で、糸島が時間がなくてねあまり紹介できなかったんですけど、あの最後のビーチのところにあのブランコとかですねジョーズの顔とかがあったりしてすごいね面白い場所なんで、本当はもうちょっとゆっくりして紹介できたらなと思いました。で、あとすごいおしゃれなカフェがいっぱいできてるんで、そこもね今度福岡に来る際は行けたらなと思います。マジで福岡最高です。すると糸島の観光協会の方もめちゃくちゃ優しかったですし、バスの運転手の方もね皆さんめちゃくちゃ優しくて本当に人の心もあったかい街となっておりました。ということで今回の福岡の動画面白かったと思ったらいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の47都道府県の旅でお会いしましょう。バイ。乾杯。